どうですか、本日最高いや、なんか今日晴れだし、はい、今日晴れたじゃないですか、はい、雨だったのに、はい、なんかこう、いや、うん、前は雨だったし、あ、うん、なんか今日めちゃくちゃ晴れだなみたいな、でも気分も晴れてるっすよ。いや、もう見とけよって、見とけ、お前らの見とけ、あの結果はあのおのずと来るから。おはようございます。おはようございます。おはようございます。じゃあ、あの結果来るんで、結果時がだったら来るんで、楽しみにしてください。来るんで、絶対勝つか負けるかもその時が、それまで震えて待ってほしい。お前、浜田さんかなと思いながら、多分もうさっき入ってる、はい、浜田さん、おはようございます。おはようございます。コンディションの方いかがですか。はい、あ、すごいいいですよ。はい、会長、横浜アリーナ結構好きなんですよ。なんか負けて、前回はトーナメントで負けて、あんまりいい思い出、思い出自体はそんなないですけど、ね、なんか横浜アリーナは好きっすね。本当、僕を信じてくれた人たちに必ずベストパフォーマンスでいい試合見せて、勝利した姿を見せたいと思っているので、僕自身っていうよりは、こう家族だったり仲間だったり、こう僕を信じてくれた人たちに対していい試合もしっかり見せたいなっていう気持ちがあります。ありがとうございます。はい、頑張ります。ありがとうございます。青コーナーより芦澤龍聖選手の入場です。ボディ
28対28、青葦人はジャッジ箱崎30対28、青葦人はジャッジ西村30対27、青葦人は以上判定3対0をもちまして勝者青コーナー葦人流星。どうも、ありがとうございました。すいません、ちょっとね、ちょっとあれだね、調整の仕方も。すいません。ダメだな。なんだろうな、距離感で距離、最後詰めてないからさ、ここの手が長いじゃん、そこの範囲がもう一歩、もう一歩だね、最後、ね、はい、もう一歩の詰めだね、距離、これもいいですか、外しまって、どうした、感想はいかがでした。そうですね、やっぱ浅田選手も上手くなってましたね、はい、嫌な寄り距離感でやっぱ相当その、まあ、駆け引きだったりそういうのが上手くなっているなと思いましたね、今後はそうですね、ちょっとやりたい気持ちもあるし、でもなんかトーナメントも、フェザー級タレントもダメで、で復帰戦のまあ、機材も線もダメで、で今回もまあ結果的にすごいダメだったんで、まあ、やめてきっちゃやめてきかなって、なんか、まあ、よかったです、試合はだって、もう本当、言い訳なしに、普通にやっぱ、思いっきりやって負けたわけですからね、まあ、今後も、まあ、まだ分からないけど、今後は、そうですね、ちょっと。今後またちょっとチームの人たちと話をします。僕一人で判断できることじゃないんで、やっぱこれ長くやってきたんで、みんなでチームで、僕一人で辞めますというわけにはいかないんで、やっぱちょっとみんなと相談して、ちょっと難しい話題を見ようかな。全然もう最悪です。俺の思ってた通りじゃなかったっすけど、まあ地道に勝っていくかって感じですね。前の負け比べたらやっぱ負けはダメだって思って気づいたんで、いやなんかしょっぱい。俺が思ってた後半なんていうんですかね、ハングリーなのもやっぱダメかもしれないですね。もっとこう行かないと、やっぱでも体力なくなったらいけないもんですね。あと今回本当勝ちたかったんですよ。でもまあダメだ、ダメだ、もうダメだった。いやなんかこう倒すタイミングもいっぱいあったんですけど、やっぱこう もっとこう体力がないですね。やっぱ連打の練習が全く今回できてなかったんで、やっぱそれが響いたかなって思いますね。連打の練習ができてなかったんで、当たってからの連打がやっぱできなかったですね。もう徹底、また練習で徹底してやっぱ 俺のジャブにとか入るに合わせて蹴り蹴ってきたんですけど、全然効かないですね。もう倒れる気が絶対もう痛くもなかったんで、本当に今日本当にジャブ走ってた、あれまだ走ってた、いや本当ですね、まだ距離感が分かってなかったです。本当はもっとどんどんパンパン出せる。そう、だから練習の時のはやっぱまだもっとリズム乗れてるだけで、そうっす、それがもうちょっとできるようになればそれは出せる。確かによかったよ。いやまずは1段階ちょっと上がったっすか。はい、皆さん
KO じゃなくてすみません、次はKO できなかったってことが分かったんで、練習不足なのが分かったんで、もっと練習します、もっとやります。ピース。なんかいつもより試合じゃなかった、なんかマスみたいな感じだったっすね。何なんだろう、マスだったっす。相手の攻撃では絶対効かなかったんで、まあ、一発なんかパンチもらったけどって感じっす。はい、まあでも何も効かなかったっすね。一発一発一発の練習が多かったんで、次はやっぱ連打でまとめて練習して、でも全く問題ないかなと思いますね。試合までに言われたらしいな。そうそう、いいなんか、逆になんかいい試合の感覚つかめて、次やんなきゃいけないことが明確に分かった気がしますよ。次の試合でやらなきゃいけないことが明確に分かって、まあでも、前負けて、引っ越し思いさせたんで、みんなに、まあよかったっす、勝てただけ。練習の内容を変えて、あれすればいいと思うんで、全然また頑張ります。はい、ありがとうございます。